山田忍は、日本の歌手、大阪府出身。1983年、ラウドネスのドラムズ、樋口宗隆のソロアルバム、破壊外戦力及びハードロックユニット、エムトゥ・フージョのアルバムに、ボーカルとして参加。1984年4月1日、ハードロックバンド、メイクアップのボーカルとして、メジャーデビュー。同バンドでは4枚のアルバムをリリースした。 1986年、セッションバンド、うるさくて、ごめんねバンドに参加。バンドのメンバーは、ナルセヨシヒロ、ソウルトール、松本隆ヒロ、カルメンマキラ、ビクターからライブアルバムをリリース。グランプリ、PAF、ソロボーカリストとしての活動を経た後、ウルゴメ、オサムメタル 80S 等のバンドでボーカルを担当した。ノブの名は、ソロ活動時から使用している。 音楽プロデューサーとしても活動し、ノー・イエスや、プロデュースユニット MNRG として、鈴木サリナ、D、シェード、バニティなどを手掛けていた。2005年には、自身がプロデュースした、ギタリスト、岩崎隆文が、魔法戦隊マジレンジャーの主題歌に抜擢されたのが、園で挿入歌の歌手に起用され、2006年の、ゴーゴー戦隊冒険ジャーの主題歌担当に、抜擢されるなど、 メイクアップ時代のセイント・セイヤ以来のアニメ特撮の世界にも進出。2009年、アースシェイカーの石原慎一郎とドクターメタルファクトリーを結成し、J-POP の楽曲をヘビメタル調にカバーしたアルバムカバメタナウ、カバメタゼンのアルバム2枚を立て続きに発表した。2010年、天草戦隊ゴセジャーで2度目の戦隊主題歌担当。 スーパー戦隊シリーズの主題歌を2回以上担当するのは、佐々木伊佐夫、文女、影山博信、佐藤健太、サイキックラバーに次いで6組目。2012年、まさき、白田和秀、ジョー、清水健二とダイダレイダを結成。東映ヒーローネット SPECIALFANCLUBTOEIHERO.net にテレジー。 ドレドレトーク2010年3月26日当時、岩崎隆文が在籍していたバンド、ノブ、ヨッフィー対談。ウェロックシティ2011年12月16日、閲覧。ドクターメタルファクトリー、ペガサス幻想、メタルバージョンが秋葉原に響く、バークスニュース最高最強スーパースターズ、お担当。ありがとうございます。